手付き派40系機動車みのりみのりは、東日本旅客鉄道が2008年から保有している、鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。また、本港では、仙台駅、新城駅間を、東北本線、陸空東線経由で運行していた、臨時快速列車、リゾートみのりなど、同車を使用して運行された列車についても解説する。JR 東日本仙台支社では、 仙台、宮城デスティネーションキャンペーンに伴い、陸羽島線に観光列車を導入することになった。そのため、五能線ですでに運行されていた観光列車、リゾート白紙の車両をもとに、郡山総合車両センターに適派48系3両から改造された。愛称は、一般公募により、陸羽島線のキーワードである稲穂イコールミノリアル、収穫、 温泉イコール実りあるひととき、紅葉イコール実りの秋、そして実り多い旅にしてほしいということから実りに決定した。2008年10月1日よりリゾート実りとして仙台、新城間を中心に運転を開始し、2015年6月9日6月16日には仙台女川間を東北本線、石巻線経由で初めて運行した。また、 主車が同じである同社のビューコースターッコとの、混結も行われた。リゾート実り仙台駅、松島駅、小小田駅、古川駅、岩手山駅、ゆう館駅、川旅温泉駅、なる小こ天井駅、なるこ温泉駅、中山平温泉駅、赤倉温泉駅、西条駅、条駅セミ温泉駅、新城駅、国鉄キハ40系機動社実りも、参照戦闘1号車が、 仙台法となる普通車3両編成であり、改造に伴う車両番号の変更はない。各社とも座席車とし、1.3号車の550と546には展望ラウンジを、2号車の549にはイベントスペースを設けている。外観では、1.3号車の前頭部形状を変更した他前車の側窓を拡大して、ブロンズガラスの固定窓とし、 消防を存分に楽しめるよう配慮している。塗装は紅葉をイメージした深紐色と漆黒を組み合わせた色をベースとし、戦闘車の前面には、伊達政サムネの兜をイメージしたアンティークゴールドの装飾。戦闘車から側面の下部にかけて稲穂をイメージしたメタリックゴールドを、側面の出入り口にはメタリックシルバーをあしらった塗り分けとしている。座席は、 なるこ郷などの紅葉をイメージしたモケットのリクライニングシートとなり、シートピッチも1 2 0 0ト、mm、ルに拡大された。リクライニングシートには通常のテーブルに加え、肘掛けにもテーブルが収納されている。1.3号車には車椅子スペースが設けられている。JR 東日本仙台支社は二千二十年三月、リゾートミノリが同年六月十八日をもって引退すると、 発表した。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、同年4月13日より運休となり、6月28日に予定していた最終運転も中止となったため、最終運転の日程については検討中である旨が告知されていた。その後新たな日程が組まれ、8月8日から10日にかけて運転された臨時列車、ありがとうリゾートミノリ号を最後に、 すべての営業運転を終了した。営業運転終了後の8月12日、廃車のため郡山総合車両センターへ改装された。ありがとうございます。